はい、おはようございます。おはようございます。さとしくんは、はい。水曜日、木曜日、剣道行くよね。はい。で、いつも、帰って一言何を言ってますか？嬉しいこと。違う。お腹が空いたと。はい。だけど、夜ご飯をいっぱい食べるとどうなる？太る。で、さとしにぴったりのがこれあるんだよ。今度はこれを少しずつ出していこうかなと。こんなん買ってみました。開けてみて。さあ、なんだ。ソース焼きそばとか書いてあるんだけど、いろんなね、うどんとか書いてあるんだけど、うん、これに、一袋あたり55キロカロリー。すっごい、ローカロリー。これ何かっていうと、大体100。こんにゃく、こんにゃく麺棒っつうのか？出してみてごらん。いっぱいあるよ、いっぱいある、いっぱいあるよ。こんにゃくうどん27、これが味噌ラーメン79、ソース焼きそば41キロカロリー、サラダラーメン55、醤油ラーメン44、パスタこんにゃくバジルで73、でん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 、うどんで52キロカロリー、しかもそれだよ、和風酢醤油ラーメンピリ辛、これが27だって。すごいね、1食あたり27ってほとんどゼロじゃんこれ。豚骨塩ペペロンチーノ33、すっごいね。どうよ、うん、さとしくんにこんだけあるね。もちろん家族でも食べますが、さとしは剣道から帰ってきてさ、うん、食べたいって肉を選んで食べてみようよ。いいよ、これだったらさとし食べても太らないよ、うん、多分いろいろレビューを含めて。どう、興味ある？うん。今夜ダメよ、父ちゃんいるときな。父ちゃんいるときにな。動画を撮りながら。じゃあこれからのお楽しみに。はい。すごいよねこれ。じゃあそういうわけで楽しみね。うん。こんにゃく、こんにゃく嫌いにはならないようにね。こんにゃくだから楽しみにしてください。はい。はい。じゃあ最後に一言。美味しそう。よし。